こんにちは。本日は速く走るためには超重要、蹴らずに押す走り方をご紹介していきます。最近嬉しいことに視聴者の皆様から速く走るようになっただったり、ベスト更新できたであったり、怪我をしなくなったであったり、本当に嬉しい声たくさんいただいて、自分のことのように嬉しいです。そんな中でもっと速く走るようになりたいとか、着地の蹴り出しをスムーズにするにはどうしたらいいか、そういった意見で結構多くいただくんですね。というわけで今回は蹴らずに押す走り方を覚える、こういったテーマで行っていきます。今よりももっとスピード上げたいであったりとか、走り方をもっと良くしたい、そんな方は今回のテーマを覚えていただくと絶対に自分の走力上がっていきますので、ぜひ一緒にね学んでいきましょう。まず蹴らない走りというのはどういうことかというと、正確には蹴れないのではなくて、この蹴る準備、これが非常に大切ということなんです。僕たちが前に進むには進行方向と反対側に蹴る、これには間違いはないんです。そしてこの蹴る時の準備、蹴る時のポジションが非常に大事なんです。このポジションはどういったポジションが正しいか、それは蹴る前、蹴り出す時に体が安定しているか、これがめっちゃ大事。そもそも着地をした瞬間に力はどうかかっているのか、それは着地をした瞬間なので進行方向にかかっていますよね。そしてもう一つ、体は上から下、足は上から下に振り下ろしますので、重力の関係もありますので、上から下にも力はかかっています。この下への力に抵抗するのが押す力です。この着地をした瞬間に押す力が弱いと、重力に体が負けて体が下に沈み込んでしまう、こういった姿勢になってしまうんです。良くない姿勢でこうですね。そしてどれだけ良くてもこういった姿勢になりますよね。この姿勢って一見押したら一気に前に進むので良さそうな姿勢に見えるんですけども、着地をしてここまで沈み込む、この時間のロス、そしてここからこれ以上沈み込まないようにするために、腿の周りを使って体が下に沈み込む動きにブレーキをかけます。この着地をして沈み込む時間とエネルギーのロス、これがめちゃくちゃもったいない。車と一緒で、車もブレーキをしたらタイヤにものすごいダメージを負いますよね。なので筋肉も一緒で、ブレーキをして沈み込む時のこのブレーキで腿の周りっていうのはすごいダメージを負うんです。さらにここから沈み込んだ分伸び上がらないとダメですよね。伸び上がる時のこの時間のロス、そしてここから筋肉を使って伸び上がるこのロス、このエネルギーと時間、この2つももったいない。なので着地をした瞬間に沈み込みすぎないように地面を押して体が安定することによって、次の蹴り出す動きに素早く移行できるわけです。そしてこの沈み込みを最小限に抑えることによって、蹴り出す姿勢がめちゃくちゃ安定します。これが着地をして沈んだり、着地をしてグラグラすると体が安定しますよね。安定しないまま蹴り出そうと思っても力はうまく地面に伝わらずに、うまく前に進まなくなってしまうんです。なので着地を安定させて強い蹴り出しを行うためにも、着地をした瞬間にこの押す力というのが非常に重要なんです。ではここからは改善のドリルを加えて、もう少し詳しくお話します。ここからが重要ですよ。はい、それでは実践で行うドリルを加えながら解説をしていくんですけれども、まずは着地の時に体が落ちない、安定させるためにはもも上げが一番ですね。もも上げは両手を胸の前にしていただいて、このまま足を持ち上げる、この時の動きですね。この時にですね、足を上げた時に中には股関節が動きが悪かったりとか、それこそ足の裏でしっかり押せていない方っていうのはどうなるかっていうと、持ち上げる段階で少し膝がガクッとなったりとか、あとは持ち上がる段階で腰が少し下に落ちていったりします。この方っていうのは地面を押す力がないから、体を落としながらももを上げる、こういう方っていうのは膝が曲がったり腰が落ちたりするんですね。これをしっかりと押しながら、地面を押しながら上げることによって、地面を押す感覚、押す力っていうのはどんどん養っていけます。こういう形で早くするとごまかしやすいので、まず両手を胸の前にしていただいて、最初はゆっくり上げていくと、慣れない方、慣れていない方っていうのは少し膝がね落ちたりするんですね。なのでゆっくり行う中で、ちゃんと地面を押す、地面を押しながら持ち上げていくことで、地面を押す感覚であったりとか、あとは足で持ち上げる感覚、これが非常に分かりやすくなります。そしてウォーミングアップや走る前のドリルでやっていただきたいのが、このまま両手を胸の前にして、ゆっくりから徐々に速く、そして速く上げれたら、これを少しずつ速くしていきます。速く上げた時に膝がと落ちないように
ちゃんと地面を押しながら上に持ち上げる。押しながら足を持ち上げる。押しながら足を持ち上げる。押しながら足を持ち上げる。これを繰り返していけば、地面を押しながら足を前に出す。この感覚が分かりやすくなると思います。そして自宅でトレーニングとして行えば、このようにチューブリングを通して両手を胸の前、このまま足を持ち上げると負荷を上げることができます。負荷が上がると足を上げた時に腰が落ちやすかったり膝が曲がりやすくなりますので、これをしっかり地面を押しながら持ち上げます。こうすることでね、自宅でも下半身の強化、そして地面を押す力の強化っていうのはやりやすくなります。また着地の時に膝や腰が落ちたりとか、それだけではなくて着地をした時に体が外に流れる、こういったパターンの方も多くいらっしゃいますので、こういう方っていうのも着地の時に体が安定していない、地面を踏めていない証拠になります。そういった方のウォーミングアップのドリルやトレーニングでやっていただきたいのが、このようにポールを地面に突き刺します。ポールね、ウォーミングアップやドリルではできないと思いますので、壁に手をつく、それで全然 OK です。このまま体を支えます。そして支持する足の反対の足は外に広げます。この外に広げる時に体が横に流れたりとか倒れたりとか、こうすると地面、足の裏で地面を押せていない証拠なので、地面をしっかり押しながら足を横に広げます。少し流れるぐらいはね仕方ないんですけども、大きく横に反れたりとか体が倒れたりしないように、これを繰り返していく。壁もしくはこうやってね、ポールに手をついてやっていただくと、地面を押す感覚、そして足を外に広げている時のこっちの押しにも使います。そしてこの体が流れないように地面を押すことによって、お尻の筋肉が働いて、結果着地の体の安定につながっていきます。反対もやってみましょう。ちょっと僕の反対見てくださいね。これ反対、これ僕本気でやってるんですけども、どうでしょう。こっちに比べて足が上がりにくいですよね。そう、僕はこれ以上足を上げようとすると体が外にね流れてしまうんです。つまりはこっちのお尻が弱いのではなくて、支持するお尻が弱くて、これ以上上げれない、これ以上上げるとね体がこっちに行っちゃいそうなんですね。ちなみに僕は走っていると最初に疲労の限界が来るのは右のふくらはぎなんですね。これはなぜかというと、着地の時に右のお尻が弱くて、うまくお尻で体を支えることができない、結果指先や足裏をぐっと力を入れてふくらはぎに力みが入ってるんですね。なので疲れてくるとふくらはぎに疲労を感じます。なので僕のターゲットポイントっていうのは、ちゃんとお尻、右のお尻を使って足を外に投げ出すこと。皆さんもねやっていただくと分かると思いますが、左右差って絶対あるんですね。左の方がお尻が外に出るな、右の方がお尻が外に出るな、要はそっちの方を鍛えていただくことによって怪我の可能性を減らせますし、そして疲労の可能性も減らすことができます。もちろんスピードも上がっていきますので、ぜひね自宅でトレーニングをする場合はポールや壁に持ってこのまま10回や20回ぐらいやるとすごく押しに行きます。そしてウォーミングアップやドリルでやる場合っていうのも、ちゃんと壁に手を支えて体がぶれないように足を外に出す。こうすると着地の時の体の安定感っていうのは間違いなく変わってきます。そして体が安定することによって力強く押す動きにつなげることができますので、ぜひねこのニーアップ、そしてサイドアップ、この動きをねぜひやっていただくことによって、さっきも言った着地を間違いなく安定して蹴り出しやすい姿勢を作ることができますので、ぜひねこれ取り入れていただきたい。ぜひやってみてください。絶対皆さんの走りは変わります。本日の質問はですね、ストレッチですね、練習後のストレッチはいつのタイミングですればいいのですか、補給とどっちをすればいいのか迷って、結局寝る前にやってるけどいいのかという質問ですね。ありがとうございます。別にいいと思いますよ。寝る前ってことで全然 OK ですし、まあそんなにタイミングとかはこだわらなくていいかなと思います。しっかり補給をしてストレッチをしていただきたいんですけども、まあ全然逆でもいいですしね。ただ一つだけ、その順番とかいつやればいいっていうよりかは、ちゃんとメンテナンスの時間を作ってほしいんですね。これが大事なんです。いつやるのとか、どのタイミングでとかっていうよりかは、ちゃんとメンテナンスの時間、ストレッチをしたりとか体をほぐす時間、お風呂に入る時間とかっていうのをちゃんと1日の中で取ってますかっていう、これがすごく大事です。やっぱりね、非常に1時間とか2時間走ってメンテナンスの時間1分とか2分、こういった方で非常に多いんですね。やっぱこれだと疲労はどんどん蓄積していきますので、寝る前でも質問していただいた方みたいに寝る前でも全然 OK、 お風呂入る前でも全然 OK ですし、あとねご飯食べる前とかでも全然いいんですけれども、大事なのは、一番大切なのは
ストレッチをする時間とかメンテナンスの時間をちゃんと別で取るということですね。ながらとかじゃなくて、ちゃんと自分の使った体、疲れた体っていうのをお疲れ様でしたっていう時間をね、ちゃんと取る。これがね、本当に本当に大切なんです。なので時間がないからとりあえず寝る前にやってるとか、この時間がやりやすいからっていうタイミングで構いませんので、まずはちゃんとストレッチの時間を取るようにしてください。一番理想的なのはちなみにお風呂に入った後ですね。お風呂に入った後は体がねほぐれてて筋肉もほぐれてますので、お風呂の中とかお風呂に入った後っていうのがタイミング的に体もほぐれやすくて疲れが取れやすいので、理想のタイミングはお風呂の後ということですね。はい、コメントでもね、ストレッチし始めてから体が柔らかくなったとか疲れが取れたとか、本当に走りやすくなった、怪我がなくなったっていうか、本当にたくさんいただいてるんですね。なのでストレッチね、なかなか取るやる時間取れないんだよなっていう方もね、騙されたと思って一回やってみてください。次の日の体の軽さ全然違いますから。あと先日ロケットマラソン出たんですけれども、たくさんの方にお声掛けいただいて、いつも見てますとかね、本当におかげさまでベスト更新できたっていうお声直接いただいて本当に嬉しくて、お声掛けいただいた皆様本当にありがとうございます。またねこれからも皆様のお役に立てるのがたくさん作っていきますので、あと会場とかでね、レースとかでお会いした時にぜひね声掛けていただければ、僕動画を作る励みに本当になります。やっぱり顔を直接見て、お声掛けいただくとやっぱりもっと頑張ろうかなってなりますので、本当にねたくさんお声掛けいただければ、すごく動画を作る励みにもなりますので、ぜひねお声掛けいただければ本当に嬉しいです。よろしくお願いします。はい、本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。 Twitter、SNS で高山マラソンシェアしていただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。